夕方5時ですけれども午後はまあ雨が降ってましたし、まあ、曇り空ということでかなり暗いですね、まあ、本当であればもう少しこう明るいんですけども、まあ、暗くならないうちにまた撮ろうかと思うんですけども、えー、向こう1週間の天気予報を見たらですね波予報良かったですね。まあ、火曜日いや えー、まあ火曜,、うん、日曜日くらいがピークですけど、川水木と多分ーサーフィンできるくらいの波は、えー、残るというか、まあずっと発生し続けるということで、まあ本当に冬型の気圧配置ということで、やっと来たかという感じですね。で、まあ今までまあ一ヶ月ぐらい行けてなかったっていうのもありますし、それまでも。 ちょっと週末今年は休みが少なかったので平日1人で行くことが多かったんですけどもやっぱり平日そんなにこう人は来なくてですね週末の方がやっぱり来てるわけで <laughs> でやっぱりこう楽しいってことはま,あまず一つあるんですけどもねあの先輩なりこう仲間がいっぱい来てればあのそれだけで楽しいっていうのもありますしまあそんなにこう波荒ら 波取り合戦というかそんな感じにもならないですのでねまあ和気あいあいという感じでまあ楽しさの方がやはり大きいんですけれども平日やっぱりこうまあ楽しいは楽しいんですけどもねうんなんかただのこう完全なる自己満足で終わってしまうということで,でやっぱりこう周りに人がいていいことといえば。 いい意味でこう競争心が生まれるっていうことですねまああの人には負けるものか、うん、っていう感じ <laughs> あの人よりはこう,うまく波乗ってやろうとかですねまあ正直まあ少し闘争心というかですね競争心、えー、出るんですよね。でこれまあ和気、まあ、あいあいと言いながらもまあやっぱり やっぱり上達やっぱり目指すというかですねより良いこうサーフィンしたいですのでまあ当然そういう気持ちになるんですけどまあ何を言いたいかって言ったらですねえまあそのライバルじゃないですけれどもそういう相手がいるのいいですよねっていうまあそういう話ででこれですねこの一言で 今までで言えなかったんですよね、うん、その追いつけ追い越せとかですねで最近これ <laughs> 知ったんですけど、あのーまあ、ミックスアップっていう言葉ですよね、えーまあ、これボクシングから来てるそうなんですけれども、まあ、私恥ずかしながらボクシングの知識いないですので。 でまあ、ボクシング経験者の方であればミックスアップっていうのはまあ常識で、えー、多分知ってると思いますしあと、漫画ですかねボクシングの漫画とか。 えーまあ、私はちょっとはまらなかったんですけども、まあ、そういった中でも多分ミックスアップという言葉出てきたと思いますその対戦相手が、まあ、格上の場合ですね、えーまあ、ボクシング試合しているうちにこう自分の技術能力というのも高められてくるということでまあ使われるそうですねミックスアップということで何、えー、ていうんですかねこれひ、まあ、一言でちょっと言え,たえー、言える そういった言葉があるということで、まあ、私も勉強になりましたし、まあ、そのミックスアップしに、えー、今週ん、来週かな、えー、行きたいとは海に行きたいなと思いますけれどもね。はいえー、ということで今日はミックスアップ、まあ、サーフィンに当てはめてちょっと考えてみました思ったことを記録してみました。はいえー、ということで以上。